リットブーの白鳥さなさん、こんばんは。ささじ、こんばんは。大丈夫かな、イケてるかな、見た目大丈夫かな。おつさなちゃん、ありがとうございます。こんばんはです、皆さん。リットブーンのさなさん、白鳥さん、こんばんは。こんばんはです、しんじさん。なんかちょっとどっかに書きたいですね、リットムーンって。おつさらちゃん、ありがとうございます。さらちゃん、こんばんは、デビューおめでとう。とかやろ、ありがとうございます。あ、見えないけどお花ありがとうございます。ここに飾っております。改めてデビューおめでとうございます。大ちゃん、ありがとうございます。チェキ会も皆さんたくさんありがとうございました。チェキ会楽しかったですなんかすごい、チェキ会はなんか団結力、皆さんの団結力がすごくて、もう大子さんだなっていうのを感じました。本当に改めてリトムデビューおめでとうございます。アイラちゃん、ありがとうございます。デミジーは可愛い。実はこれプレゼントなんです。ありがとうございます。プレゼントでいただいたのです。もう本当に可愛くて、もうめちゃめちゃ愛用したいと思います。特色、今日の黒子でかわちい、ありがとうございます。デビューおめえさなちゃん、ありがとうございます。こもこさん、もっと本当に頑張っていくので、これからも白鳥の応援よろしくお願いします。今日は黒鳥さん以外、もうでもこの襟めっちゃ可愛いんですよ。ちょ、襟見せたい。これリボンみたいになってるんです、この襟が。めっちゃ可愛くないですか？本当お気に入り。お花もありがとうございます。デビューおめでとう、ジェンさん、ありがとうございます。本当にピルさんもデビューおめでとうございます。ありがとうございます。サラちゃん、あら、アイラちゃん、あら、来ちゃってます。こんばんは、デビューおめでとうね。おはようさん、ありがとうございます。皆さん、おつさなちゃです。かっこいい衣装ですね。アジ、あ、これですか？ありがとうございます。さくらさん、デビューおめでとう、ありがとうございます。こもこさん、わー、かわいい、ありがとうございます。お見送りまで楽しかった、しんじさんお見送り、私も本当に楽しくて、本当に今日本当に楽しかったです。あ、嘘だよ、ありがとうございます。4月1日までイベントなので、本当にゆるイベって感じで。さらちゃん、デビューおめおめ、ケスリさん、ありがとうございます。カルベルさんだ、昨日はありがとうございましたありがとうございました。あの、終わってからゆうゆうとも話しました。カルベルさんって方が来たよって言ったら、あ、本当みたいな感じで、はい、話しました。メギツネさん、デビューおめでとうございます。ありがとうございます。チェキ会初参加できた、音ゲーキャそうでしたね、ありがとうございます。くださってありがとうございました。デビューおめでとう、塩パンチさん。塩パンチさん、ありがとうございます。生ももこはどうでしたか？ティムジ、楽しかったね。楽しかったです。で、今日はもうもっと楽しくって、いや、あ、もっとっていうか、あの、今日も楽しくって、インスタ見てくださった方は分かると思うんですけど、あの、みんなでバーベキューしました。で、愛ちゃんがちょっと体調不良で来れなかったんですけど、あの、その他、あの、スタッフさんたち全員とバーベキューをして、めっちゃ楽しかったです。で、それで、あの、スタッフさんたちが、私が磯丸水産の好きなことを知ってるから、あの、めっちゃ海鮮用意してくれて、だから私はもう、あの、エビとイカをめっちゃ食べてました。もう本当、もうすごかったのが、もう桃子がもうめっちゃすごくて、あの、もうすっごい食べてました。で、あの、メンバーはメンバーの机で座ってて、で、あの、食べながら人狼ゲームをしたんですよ。人狼ゲームって皆さん分かります？あの、一人人狼がいて、で、あと市民とか占い師とか騎士とか、いろんな役割が振り与えられて、人狼を倒したら勝ちで、
で人狼は倒されなかったら勝ちみたいなゲームがあるんですけど、あのそれをみんなでやってて食べながらで本当にもう今までにないぐらい爆笑しました。だからずっとずっとみんなお腹痛くなるまでめっちゃ笑ってました。特に桃子がめっちゃ面白くて本当にでももう本当楽しかったです。で桜を見て帰ったっていう感じですね。ちまみこんばんは、デビューおめでとうございます。ありがとうございます。今日の服かわいいおじゃさん。いやもうこちら本当にもういただいたものなんですけど、もうたくさん愛用したいと思います。で今日ちょっと三つ編みしてたんで巻きがおかしいかもしれないんですけど、ちょっと許しを。すごいプレゼント新さん、本当嬉しいです。キラちゃんの猫さんプレゼントなの、すごいね、ありがとうございます。赤さんだ、可愛すぎる、ありがとうございます。ライトムーンの白鳥さなちゃん、コモコさん、あ、そうなんです。あ、51ありがとうございます。あ、やばい、落ちたチップが。配信で見たけど衣装めっちゃ良かった、リョーメタルさんありがとうございます。一人一人違うあの衣装の学生さんがついて、もう一から手作りでって感じで。でこれからとかの衣装はまた違う感じとかなんですけど、めちゃめちゃ可愛いし似合ってる。カプリッツありがとうございます。チェキ会本当にありがとうございました。いっぱいも回っちゃっておねだりしてごめんなさい、かわちすぎとかやろ、全然です。もう皆さん待ってくれると本当に嬉しくて楽しかったです。ちょっと白鳥困らせたところがあるかもしれなかったんですけど、皆さん大丈夫でしたか。コモクさん素敵なプレゼント本当にありがたい。でここにもあのお花をこうやって置いてるんですけど、なんかケーキみたいなお花をいただいて、そうでちょっと隠れちゃってるけど本当は写したいですね。サイズぴったり、おじさんちょっと大きいけどでも全然大丈夫です。 For you、 うん、コングラチュレ、あ、コングラチュレーション for your debut as リットムーンワイルフキュー、 Thank you。 そうリットムーン、リットムーン、ショパンチさんライブめっちゃ近かった。ショパンチさんどの辺にいたんですか。マシュマロサクさんよくかわいい、ありがとうございます。プレゼントでいただきました。ゴングマさんまだ仕事です、頑張ってね、画面だけ見ます。え、頑張ってください、コングマさん頑張れ、お仕事。何やともあれデビューおめでとうございます。さんありがとうございます。さらちゃんはもちろんライトムーンのメンバー全員押します、ホットケーキ。え、もちろん、もう箱押しになってください、本当に本当に。ライトムーンのさらさん、ヤッホーデビューおめでとう、服もかわいい、やっち、ありがとう、やっち。ちょっとチキ会でちょっとやっち困らせたかもしれなかったんですけど大丈夫でしたか。もちろんですよ、応援します。ティムジありがとうございます。まこまこさん落ちさなちゃありがとうございます。あ、あ、チェップが落ちた、チェップが落ちた。あ、シベリアさん私が来た、シベリアさんありがとうございます。いつか絶対チキ会で来てください、皆さんもいつか絶対チェキ会ライブに来てください。とかやっぱりとこ省略しちゃった、とかやろう、やっぱりさなちゃんはゴスロリ系のお洋服をいっぱい着てほしいな、着たいです本当に。これがあったら、これがあったら着てますドービーちゃんデビューおめでとう、リットムーンさな、さあリットムーンのさな、え、これからリットムーンの白鳥さなです。高校2年生17歳、リットムーンのシアトリサナです、よろしくお願いしますって言うんですよね。うわー、お花渡せたんだ、プレゼント NG だから持って帰っちゃった。コモコさん、あ、そう、コモコさんすごく嬉しかったんですけど、あのこちらあの事務所に送っていただいていたお花になります。ドピタンデビューおめでとう、リットムーンサナありがとう。あ、ピョンさん、ピョンさん、コロモチさん、サナちゃんありがとうございます。デビューステージ衣装まるでシンデレラでしたね、本当にシンデレラコンセプトで。やっち
お見送り楽しかったね。あ、楽しかった。本当にこうやって皆さんこうやって作ってくださってありがとうございます。超楽しかった。でそれでなんで言おうかしたんだっけ。あ、そう、本当に超重大なステージだから、フォロワーがもう何十万人っている子たちとかがずらずらいる楽屋をこうみんなで歩いてたりして、でいろんなそのインフルエンサーの子たちとかモデルさんとかがなんか衣装とかを見て可愛いって言ってくださってめっちゃ嬉しかったです。でなんか終わった後もすごい長寿台を作ってる本当に一番偉い方が何いて、でめっちゃニコニコでなんかよかったよみたいな言ってくれて、みんなで嬉しいねって言って、よかったねって言って、でもまだ始まりなんで本当にデビューなんでこれからなのでね、もっと頑張ってたくさん大きいステージに立ちたいなと思います。あ、49位ありがとうございます。49位、いったん特にステージに出てきたシンデレラの衣装さんのちゃんを見た瞬間心打ち抜かれました。キラキラしててありがとうございます。今後もっといいお知らせがいっぱいできると思うので楽しみにしていてください。みっちさん、わたさん、こんばんは。こんばんはです。フォトケーキバーベキュー楽しそう、めっちゃ楽しかったですよ。もう私本当にずっと海鮮焼いてました。最初もうずっとイカ焼いてエビ焼いてハマグリ焼いてってやってて、なんちゃ楽しくって本当に楽しかったです。もうみんなもうはっちゃけまくってました。超楽しかったです。和田さん、ステージデビューおめでとう、ありがとうございます。で今日なんかムール貝のことをルーム貝って言ったら、スタッフさんに頭弱そうだねって言われました。とかやるバーベキュー羨ましいです。お肉食べたいわら、めっちゃお肉も、でもお肉私2枚ぐらいしか食べなかった。ずっと海鮮食べてました。アリさん、こんばんは。デビューおめでとう、おめでとう、ありがとうございます。桜の下のバーベキュー楽しそうだった。おじさん、ありがとうございます。あれ、あそこから中目黒の桜が見えるところでバーベキューして、そう、本当に幸せでしたね。超楽しかった。アリさん、こんばんは。デビューおめでとう、ありがとうございます。焼肉食べたい、ティムジ。焼肉、そう、本当は桃子と2人で行く予定だったんですけど、でもみんなと来て、もうみんなとバーベキューできて超嬉しい。マイバッハさん、磯丸先生仕掛けた、本当にそれなんです。行きたい、本当に行きたい。シビリッサの名前が変わってる。シベリットムーン、え、ちょっとおしゃ、ちょっとおしゃれになってる。お洋服素敵、お嬢様って感じ、ありがとうございます。磯丸先生仕掛けた、ありがとうございます。愛ちゃん、帰りの新幹線で寝たら元気になったって、さしんさん、そう、もう愛ちゃんはもうあゆえ子なので、皆さんも温かく見守ってください。もう本当に愛ちゃんは赤ちゃんです。皆さん、もうこれも言えます、愛ちゃんは赤ちゃん、もう本当に赤ちゃんです。本当に赤ちゃん。赤さん、愛ちゃん体調不良だったんだ。あ、そうなんです。そうだから本当は7人でバーベキューしたかったんですけど、帰宅の新幹線体調治ったみたいですね。愛ちゃん、愛らちゃん、そう本当よかった、治って。もう特典会のさらちゃん可愛すぎてテンパってしまう。いやいや、意味不明なポーズ撮らせてごめん、伊賀さん。え、意味不明なポーズ撮りましたっけ。大丈夫ですよ、全然。意味不明なポーズでも全然撮ってくださることが嬉しいので何でもします。何でも、そうです、接触とか禁止なんですけど。それじゃなければ、どうぞ。愛ちゃんお大事に、ありがとうございます。愛ちゃんに伝えておきます。ロドマンさん、おつさらちゃん、ありがとうございます。タラさんも、イスマル先生仕掛けた、ありがとうございます。ザラさん、ザラさんじゃない、ザラじゃない、カズさん。店舗名になった、人狼わかるよ。あ、よかった。私結構前のコメントですよね、ちょっと頑張っていきます。エビとイカありましたね、美味しそうだった。やっちゃめっちゃ美味しかった。もう
ちょっと会長、社長さんのとさっちゃんとあともう一人の方と一緒にスタッフさんとあのドンキにこう買い物に行って入りまくって楽しかったです。リットマンとファンでバーベキューやりたいね。シベリアさんでいいですか。お名前変わってるけど、シベリットムーン、シベムでいきますよね。シベ、いやでもシベリアさんがやっぱりシベリアさんやりたいですね。本当に怖いゲームだよね。そこまで、でも頭を使うゲームですね。人狼ゲームは結構とかやろう。チェキ会の後みんなで磯丸いてさなちゃんのお祝い会でぼちぼちしちゃいましたわら。いやーありがとうございます。そうなんか磯丸行くんですかね。あ磯丸行くよみたいな感じだったらめっちゃいいなと思って、シルドもついていこうかなと思ったんですけど、本当に48ありがとうございます。たくさん嘘だよ、ありがとうございます。あやらちゃんプレゼントのお花がもう届いてるんですね。ありがとうございます。コモクさん、あちょっとコモクさんもお花ありがとうございます。本当に可愛かったです。人狼一時バズったからね。ロベルタさん、ロベルタさん、そう人狼超楽しかったです。人狼ってあの普通怖いゲームじゃないですか。怖いっていうか心理戦だからそんな楽しむけど、結構心理戦なゲームだから緊張した雰囲気のなんかやるゲームなんですね普通は。だけどもなんかもうみんな面白すぎて個性強くて本当にずっと笑ってましたね。もうあのご飯もう食べるのが忘れるぐらい、もう入らないぐらい、ご飯が入らないぐらい笑ってました。本当にステージ、あ待ってくださいね。ステージからの景色は、あなくなっちゃった。コメントがステージからの景色良かったです。すごくいい感じのムーブになったら、お嬢さんありがとうございます。あリオンちゃんだ、お久しぶりありがとうございます。リオンちゃん、大ちゃん、豚骨スープさん、磯丸先生仕掛けだん行きたい。三つ編みめっちゃ可愛い、ありがとうございます。三つ編み今日も三つ編み、昨日会場行く前に目黒川行く予定だったけど時間なくて行けなかった。しんじさんめっちゃ今日綺麗だったんです。ぜひあの行く時間があったら行ってみてください。ちょっと歩くけど中目黒からとかやろう。三つ編みめっちゃ可愛い、ありがとうございます。あこれ読みましたね。ケスリさん、サナちゃん昨日も今日も可愛いな、ありがとうございます。リットムーンおじゃ、そうリットムーン、なんか意味とかはあのまたこれからちょっとちゃんとした分を運営があげるみたいなので、皆さんそこら辺はお楽しみにお待ちください。カズさん、お見送りなんてあったんだい。今日5時に起きてから早めに帰っちゃった。5時起きだから早めに帰った。ああそうあったんですよ。次の地議会も来てくださったらぜひ。次はいつ会いますかゆきさん。それはまだ確定したところは言えないんですけど近々会えると思います。可愛すぎて困りましたケスリさん。そんなことないです本当に。やっちチェキ会もチェキ会後も楽しかった。あやっちも行ったんですね、あの磯丸にアンケートに各メンバーのイメージする色っていうのがありましたからね。そうなんですかロベルタさん。なんだろう皆さん、何にしました。ちみち今日海外府警のローガンに会ってさなちゃんのチェキプレゼントしたら泣いて喜んで、あー嬉しい嬉しい。ティムジもありがとうございます。嬉しい、あ嬉しい嬉しいな。でもあのイギリスの方チャーリーさんも来てくれて本当に嬉しかったです。チキ会のサナちゃんは神対応だったよ。そうだ、いや私があの対応というかあの言葉を発するのは皆さんのがめっちゃ皆さん仲良く仲いいじゃないですか。すごくだからです。だから喋りやすいし、すごくケーキみたいなお花素敵。コモコさんそうめっちゃ素敵で、コモコさんのお花も素敵でしたよ本当に。萌野さん、さなちゃんこんばんは。待っていつも一緒に可愛い、 ありがとうございます萌野さん嬉しい。
皆さんからのプレゼントを見るのとても楽しい。コモコさん、いやもう私も超もう嬉しい、楽しいというかもう嬉しい。さてデビューおめでとう。ハムさんありがとうございます。わてさん50完了ありがとうございます。とけろライトムーンのフォトブックのさなちゃんめっちゃいいお写真で、撮れたかチキの時に持っててくれてありがとう。とくやろこちらこそありがとうございます。あいらちゃん次期会員またガクブレですみませんでした。わら、そんなもうそんな謝んないでください。でもあの本当にあいらちゃんあのいろんなところに行ってくださったし、うちわとかありがとうございます。みんな嬉しいって言ってました。メンバーがショーパンチさん舞台ああえ薄あーなくなっちゃう。コメントがごめんなさい。ちょ待ってコメントどこ行っちゃう。本物待ってコメントがなくなっちゃう。ライトムーンの夢は聞きました。あでコメントがなくなっちゃう。細ケーキ明日から高校3年生で、もう高校3年生か。それにしても全員白とは、あそうですよね。あのでも今回だけなのかな。伊賀さんもうすぐ LJK だね。ティムジそうなんです。ゾザンチキ会ではサナちゃんより反省しないといけない人がいますよね。ゾザン、え誰だろう誰だろう。月明かりって意味なのかな。お医者さんそれも公式から出されるまでお楽しみにしていてください。ヤジ大丈夫です。水分補給できた。足めっちゃ嬉しかったです。あよかったです。ヤチそうちょっとやりすぎちゃったかなと思ったんですけど、さっさとお花見せて。あちょっと待ってくださいね。あのこれコメント消えちゃうんでコメント読んでから持ってきます。とかやろチェキの時にいっぱいいろんなお姿をおねだりしちゃってすみません。いやいやそんなことないです。これからもよろしくお願いします。とかやろいっぱいおねだりしてください。答えます。おじさんステージ衣装可愛かった。ありがとうございます。名前にライトムーン入れてみたよ。コモコさん、あ、コモコさん入ってる確かに。ありがとうございます。かわいい。リオさん、ありがとうございます。ぜひ押してください。あのライトムーンというグループで昨日デビュー しました。白鳥さんです。これから応援よろしくお願いします。コメントが赤井さん昨日から息子がずっとチキチキで歌ってます。いや本当に可愛かったです息子さん。もうまた来てねって言っててください。嬉しい。チキチキですよね本当。ささち不敬のチャーリーに教えてもらったけどライトリットは素晴らしい、すごいって意味もあるんで、あそうそこら辺も入っているみたいです。内緒だけど入ってる。ルーム街そうネギジネメギジネさんそうムール街おじさんお部屋会しんさんライトムーンのグループのリーダーはまだ決まってないんです。だからちょっとウェーな会場だったけどプレッシャーをパフォーマンスしてから努力かっこよかったよ。ありがとうございます。漏れてないって言ってたけどめっちゃ漏れてて可愛すぎましたから、ね、本当にうち抜かれましたし、キーとこやろありがとうございます。いやありがとうございます。言ってくださると自信がつきます。外で食べるのは最高に美味しいよね。ゾダンめっちゃ美味しかったです。おみくわりのザ・デイズの MV 思い出しちゃったって文字。確かにあんた愛と愛のママがめちゃくちゃ可愛いって言ってたわよ。嬉しい。メンバーのみんなが言うから本当に赤ちゃんなんだね。カルルさんめっちゃ赤ちゃん。アイアイの愛護団体がいる。うんすすすすすすすもう本当に育てたい。アイちゃんやっち覚えました。アイさんは赤ちゃん、もうアイちゃんは赤ちゃんで覚えてください。本当にそれでいい。あ今回のパフォーマンスの感想聞きたいです。どんな気持ちでしたか。とかやろ今回ステージだって久しぶりの大きいステージだったから超楽しかったし、でもやっぱり自分で反省する点もたくさんあったから、これからもっと改善して次のステージはさらにみんなで高め合って、さらにあの自分がちゃんと成長したところをお見せできるように頑張りたいなっても思いました。でもとりあえず楽しかったです。おじさん愛ちゃんマジ赤ちゃん AMA あ言っときます。アジ私は次期会では失礼な行動で申し訳ありませんでした。え何かしましたか。アジそんな謝んないでください。そんな謝んないでください。大丈夫です。次回は気合い合いで楽しかった。さなちゃんのサービス精神に感動。いやありがとうございます。のび太ただ白鳥は嬉しくて会話をしてるだけなので、そんなはい今日も一段と可愛いミヤキンゴングマさん、いやありがとうございます。ゴングマさんは黒が好きなんですよね。接触は特攻さんが伊賀さんでも白鳥からもちょっと触れちゃった時があったのでそれはあれなんですけど、バーベキューって買い物から楽しいよね。やっちえめっちゃ楽しかったです。さっちゃんとトクトクタタタタって言って、あマシュマロあったと聞いて買いました。サービスのチェキではもも
ももこさんがさなちゃんを褒めてましたよ。ね、嬉しい、ありがとうございます。あ、じゃあ教えてくれて。いやー、ももこ最近冷たい気がするけどな。しんさん、さなちゃんにも来てほしかった。え、どこにだろう。桜学院では皆さん桜と略していましたが、リットムーンではどのようにされますか。あ、なんか今日話しました、みんなで。で、結局決定はできなかったんですけど、なんか候補に上がってたのはリトムとかが上がってましたね。私もいつまで行きたかったな、アジ。うん、次絶対また機会するので、ぜひ来てください。そしていつまでに行ってください。うちの近所の多摩川では河原でよくバーベキューしてるよ、しびれさん。いいな、河原でバーベキューとかしてみたいですね。人狼さなちゃんは役職何にしましたか。私めっちゃずっと市民だったんですけど、めっちゃ人狼って思われて、もう毎回あのみんなの投票で私は死にました。そう、デビューしたばかりなのに私は人狼で死んだっていうので笑ってました。一番疑われるタイプなんです。なんでだろう。え、そう、桃子になんかさなは顔が人狼って言われて、えって思って、でスタッフさんにも顔が人狼って言われましたって言ったら笑ってました。木下の猫さん、最高のご褒美でしたね。はい、とくらまたさなちゃんにプレゼント送ってもいいですか。もちろんです。ほんといっぱい感謝してるんで気持ちを送りたいです。ありがとうございます。とくやろ、ぜひお願いします。ライトムーンのファン名を考えないとね。あじ、それはもう今日ちょっと考えた。なんかちょっと公式から出ると思うのでぜひお楽しみに。キラちゃんの子さん、みんな白かったね、衣装可愛かった、ありがとうございます。その桜で人狼した時、そよちゃんの演技に森先生とメンバー全員がビビった話があったんだよ。あ、覚えてます。そう、私まず人狼のゲームの内容、あのルール知らないんですけど、やってます。さなちゃんは白、おじいさん、私も白大好き。チカチカ楽しみ、赤さん、だから次の時頭も白にならないように心を落ち着かせなければ多分無理だけど、まだ、いや、大丈夫です。もちろん好きなピンク、アイラちゃん、ありがとうございます。ピンク、あ、ライトムーンではない。リットムーンでした、すいません。もう昨日から間違いまくってますね、本当に。名前をリットムーンです。今日運営さんにも言われました。間違えたよねって言われました。ごめんなさいって言って。アンケート、さなちゃんピンクで投票したよ。赤さん、ありがとうございます。赤さんの名前の書き方が変わってる。リトムのさなですね。センターはすごい仲間さが飛び抜けて、いや、ありがとうございます。ビズマさん、コボクさん、もちろんさなちゃんのメンバーからピンクを激推ししたよ、ありがとうございます。あ、リットムーンってコンクさんここに、ね、ありがとう。確かに付近は仲いいよね。団結してる、シベリアさん、めっちゃ団結力を感じました。ロベルタさん、サラちゃんだけ一緒大変そうでしたね。ちょっと大きかったのかな。モリモリでしたね。すごい、もう結婚式場から飛び出してきたのかなってぐらいモリモリの衣装で、ちょっと踊るのは大変でしたね。モルさん、洋服とかたくさん褒めてくれてありがとう。いやいやいや、チェキ。お願いします。私たちも本当に TIFF のためにめっちゃ頑張ろうと思ってて頑張ってきます。チェキ取った時、あとずっとあの場に入れてめっちゃ楽しかったです。ティムジー嬉しい、私も楽しかったです。ちょっと皆さん見ててちょっと恥ずかしかったんですけど、ひめかさん、初見ありがとうございます。こんばんはです。昨日デビューしましたリットムーンのメンバーの白鳥さなです。よろしくお願いします。ライト×リット、ごめんなさい、ズさん、本当にライトムーンなのね。違います、アジ、もう本当にやばい、名前めっちゃ間違えちゃうね。可愛かった赤さんの息子さんやつ、めっちゃ可愛かったですよね、本当に。さらちゃんデビューおめでとう、かなさん、かなさん、ありがとうございます。
本当にありがとうございます。しっかりと緊張してたね。あ、そんなことないです。ちょっと今回はあんまり喋らなかったんですけど、これからのライブとかでちゃんといっぱい喋っていきたいと思います。ダンスほどかっこよかった。みんなビシッと揃ってて、オーディションの時より段違いに上手かったので素敵でした。どこやろ、ありがとうございます。みんな頑張った。しんじさん、大倉さんのコメントに何か言いたそうにしてたけど耐えてましたね。サナさん大人になったね。しんじさんありがとうございます。まあ確かになんかいろいろ言いたいことだったけど、ちょっと間合いが難しくて、 MC はちょっと今回大変でしたね。あのなんか大変っていうか、本番がちょっとちょっと MC がごっちゃったんですけど、アイラビーありがとうございます。ドクエロありがとうございます。嬉しい。あ、どこまで行ったっけ。あ、カラコンって何使っていますか。可愛いです。姫かさんありがとうございます。カラコンはですね、なんかういちゃんっていう子がプロデュースしてるこれです。ベイビーモテコンっていうところのこういうやつを使っています。ベイビーモテコンのこれはあの1番っていうのかな、ベイビーモテコンっていうのを使っております。じゃあ私も謝ったからね、ごめんなさい。え、全然本物さん謝らないでください。ひめかさん、じゃあついでにすみませんでした。え、どういうこと謝らないで大丈夫ですよ。どういうことだろう。聞き返る、やましい。おじさん、おじさん、これないんですかね。さしさんね、ごめんなさい、電波状況悪くて何度も同じコメントしてたらごめんなさい。あ、全然大丈夫です。さしさんありがとうございます。何回も呼びます。おじさん、リトム、そうリトム、あー決まったわけじゃないんですけど、メンバー内でシェア対応とかあるんだ。そうだ、あでもそれはあの仲がいい証拠なんで全然いいんですけど。とかやろ、何よりもめっちゃ楽しんでる笑顔が最高にかわいい。ありがとうございます。あれを見たら本当サナちゃんに惚れちゃいますよ。ありがとうございます。ロタン、ロタン、ロタン、ごまさなちゃんデビューおめでとう。ありがとうございます、ロタン。顔が人狼、そう、顔が人狼って言われたら悲しい。狼顔、ロタン、そういうことかな。青メガネさん、初見ありがとうございます。こんばんはです。昨日、リットムーンとして、アイドルデビューしました、白鳥さなです。ぜひこれから頑張るんで応援よろしくお願いします。顔が人狼なんてひどい。ゾザン、ひどい。ティムジ、顔が人狼怖くもかな、何なんでしょうね。人狼を疑ってるってことに対して即可愛い子殺すのはやっぱり女で怖いわね。いや、そんなことないですよ本物さん、そういうことじゃないですよ。アイラちゃんありがとうございます。私の説明の部分ありがとうございます。サナちゃんはパンプス履いてたの。ハムさん、パンプスっていうのかな、ヒール、こんくらいのヒール履いてました。かかとが痛かった。まだ覚えてたもんね、リットムホットケーキ。うん、あ、月が入ってる、ありがとうございます。今度はライトじゃない、絶対間違えちゃダメだ。リットムーンとしてオリジナル曲を披露してくれるのが楽しみです。サイリュウさんありがとうございます。楽しみにしていてください。アンクロモチさん、リットムーン、そうそうそう、え、リットムーム、リットムーム、それは私が間違えたやつじゃないですか怒られました。リットムームはリプで突っ込むべきか悩みました。カプリンさん、そういう時はあの突っ込んでください。サナちゃん可愛く愛されるんだ。ゾザンヨン、ありがとうございます。スタッフさんもみんなのことをしっかり思ってくれてたのも良かったです。ちゃんと見てくれてますよ、安心して。どこやろ、ございます。あ、さっちゃん、あ、違った、さっちゃんじゃなかった。こんばんは、昨日お疲れ様でした、ありがとうございます。たかたかさんだ、たかたかさん、たかたかさん、お話できましたね、嬉しかった。リトムーンのデロ出ないかな、マシュマロさくらさん、
でもデロとかの前にまずサブスクですよね。でもサブスクはなんかもういろいろどこから言っていいのか分かんないので、ちょっとあ内緒で行きます。そうね、ウェディングドレスみたいだからチェキ替えタキシードで行けばよかったよね。あ、いやそんなかしこまってこないでください。いや、やっぱりさなちゃんアイドルしてるのが一番似合ってるな。いや嬉しい、伊賀さんありがとうございます。一番楽しいです。フビオンさん、さなちゃん、リットムーン本当におめでとう、ありがとうございます。リットムーンの白鳥さなちゃん、場所割れてください。これからリットムーンのって言うんですよね。ちょっとやばいな、実感が湧いてきました。コモクさん、別グループ推しの友達がフェスとかで会えるといいねって言ってくれたよ。たくさんこれからいろんな人と共演とかもしたいし、アイドルを今はめっちゃ頑張るけど、私はその先もしたいことがたくさんあるので、本当にいろいろ頑張っていきたいですね。カペリさん、衣装可愛かったから YouTube で公開堂々の動画見せてください。運営さん、カッペリンさん伝えておきます。公開増度ですね、 OK です。チキ会の時は新婦をエスコートする不景みたいな、ちょっと恥ずかしくて、そうだそう、なんか本当にどっかの結婚式から抜け出してきたのかなみたいな衣装だったのでね。パンプキンさん、パンプキンさん、ごめん、パンプキン、パンプキンさん、パンプキンさん、めっちゃ暑い夏の真空の下でパフォーマンスするさなちゃん絶対見たい、妄想して待ってますとか、やらありがとうございます。そう、みんなであのスカイステージがいいねって話してました。ステージが終わった直後はメンバーでどんな話をしたんですか。シビリアさん、楽しかったねって話しました。始まる前が本当に緊張して、さっちゃんとかももことか泣いてて、でも終わったら安心したから、みんな楽しかったねって言って、これからが始まりだねっていう感じでした。ゆうのイメージがしっかり者なんだけど違うの、ティムジ。え、全然あのしっかり者です。ゆうはしっかり者だけどめっちゃはっちゃけてます。めっちゃミキ、本当にミキみたい。ゆうはミキみたいです。本当に喋り方とかも性格も似てる気がする。式会受付後の待機時も後ろに通った時に気づかなくて本当にすみませんでした。笑ここで笑話。いや全然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 もういいねもういいねもういいね全然。年度末の仕事を抜けられず席が取れず、あーシベリアさん取りたいです。次こそは、次こそは、あ、光一さん、お久しさなちゃん、お久しぶりです、ありがとうございます。初舞台ですもの、上出来でしたよ。味ありがとうございます。早くアルバム出して単独ライブやってほしいな、ティムジ。あのお待ちください、お待ちください。 MC はさなちゃんが指導しなくて、あずさん、いや指導とかできないんですけど、でも MC 考えたいですね自分で。イヤホン、ミミミミさん、こんばんは、こんばんはです。デビューおめでとう、パンプキン、ありがとうございます。トクロ、サナちゃんのトークよかったです。あの大きなので会場しっかり届いてました。次もいっぱいおしゃべりして、はい、ヘイク、リットムのサナちゃんに会いに行きたい。ロッタン、ロッタン来てよ、ロッタン来てよ。マシュマロザクさん、昨日のイベントは中高生に囲まれて座ってました。本当にあの、ね、年代が低かったですよね。お前つはスタンディングライブでサークルモッシュしたいって無事、え、やってほしい。お前つもいるなーで、お前つもいるなーで、皆さんこうやってあのぐる、お前つもいるなーでぐるぐる回り始めて、つけめけめすいだって、心も出ますいだって、恋をしようで、皆さんこうやって回るで、シュキシュキーン、シュキシュキーンで、皆さんあのちょっとシュキ、あ、次お前つ披露するときはシュキシュキーンで、皆さんの方を見るので目合わせてください。シャドリから目合わせるんですけど、星が好きだから星をたくさん落ちたくなったわ。本物さん、ありがとうございます。顔が人狼なのは、ま、マイウィズだけでいい。カペニさん、マイウィズ、マンウィズ、マンウィズってなんだろう。
早くライブ行きたいですね、ありがとうございます。ストライドさんでいいか、ストライドさんありがとうございます、来てください。昨日のイベントに出演者で会えて嬉しい人はいた、言える範囲で。一番嬉しかったのはムメイちゃんっていう子がいるんですけど、マジでフォロワーがめっちゃいる TikToker の子なんですけど、可愛かったです。ヒールで歌って踊るなんてパイオムさんみたいし、ビリアさんだから本当にみんなで言ってたんですよ、パイオムさんってめっちゃすごいんだねってみんなで話して、こんな歌って踊れないよねとか言って、本当にあのもっと最初は高いやつで身長合わせるためにヒールが、でも本当に無理です、さすがにお願いしますって言って書いてもらったんですけど、本当にすごいなと思いました。パフュームさんはガラスの靴をモチーフにしたような靴かわかったね、ゾゾさんありがとうございます。ゆうかさん、おつさなちゃんありがとうございます。しげぷんさんもおつさなちゃんありがとうございます。とかあのシンデレラ衣装を初めて見た時どんな印象でしたか、つらちゃんめっちゃ似合っててドキドキ、ありがとうございます。初めて見た時かわいい、うん、かわいい、もうそれだけですね本当に、うん、あこんなの着れるんだって思って、言っていいか迷ったら秘密にするの正解、カペリンさんですよね、そうですよね。ラッキーアンピーさん、いいことかん教えようか、ライブラインライブがなくなるから客が増えるかもよ、増えろ増えろそうだ、そういうことか。で次のライブのドレスコードはタキシードで決まりだ、ありがとうございます。リトムのサナでいきましょう、ズビズバさん、リトムのサナです、リトムリットムーンのサナちゃん、パンプキサソ、リットムーンのサナちゃんです。リットムーンってひらがなで書くとめっちゃ可愛いんですよ。ユキさん、ワンファイブの時ワンファイブとタイプあるかな、え、でもワンファイブはなんかあれじゃないですか、他の方とあんまり絡みがない感じなのでどうなんだろう。ところがここだけの話、チェキの受付で引いたランチェキカードで誰もサナちゃんのカードが出なくてピンでした、わら、まあ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 、リトムのサナさん言えるのめっちゃ嬉しいよっち、リトム、うん、しんさん、リトムも言い慣れるまで自己紹介を練習しないとね、今さら桜学院とも言えないだろうけど、でも桜学院とはさすがに言わないけど、中等部なんでのんって言いそうになります、すごく。スカイステージいいですね、おじさん、そうスカイステージ絶対にやりたいんですよ、絶対に絶対に絶対に。衣装素敵でしたもんね、ネイルやイヤリングも似合ってました、カズさんありがとうございます。おつアイドルさんなっちゃダンボさん、ダンボさんありがとうございます。定番の自己紹介も考えてますか、ジブズさん、今のところはいつも笑顔を絶やさないリットムーンのさなちゃんこと白鳥さなですなんですけど、皆さんどう思いますか、いつも笑顔を絶やさないさなでかけてるんですけど、なんかもうちょっと個性的にしたくて、なんかいい案ありますか。ジェイクさん、今日も可愛い、ありがとうございます。スカイステージまたさなちゃん見れるとほんと泣いちゃうとこやろ、絶対出します。ネオファイブさん、私をスカイステージ連れてって連れて行きます。メンバーのみんなが昨日のメイクや衣装を大切に思っててじんとしちゃった、コモクさん、いや本当にあの大切です、だって見てたんですもん、その学生さんが一から作るところを、メイクも試行錯誤してるところ、なんでやねんとか言うんだ、ゾさん、え、めっちゃいますよ、ゆうゆう、なんでやねん違うやろって言う、さな、それちゃうでみたいな感じで、カペリさん、スカイステージのリトムーン見たい、もうキラッキラしたリトムーンも見せたいです、本当に。赤さん、ライブ楽しかったよ、息子が書きました、ありがとう赤さんの息子何くんって言うんですかね、本当に可愛かった、ありがとう。だから、あ、ネイル綺麗でじっくり見れなかったの、あ、綺麗でじっくり見れたの嬉しかったです、さらちゃんのお手本当美しかった、ありがとうございます、とかやろ、皆さん私が
ネイルを褒めてくれると嬉しいから褒めてくれる。これから新しい発表どんどんあるんだろうね、楽しみ。ドピタお楽しみに。生まれ変わったらチキ取れる人間になりたいハムさん。おお、その手もありましたか。でも今回のチキ取る方は朝から荷物を抱えすぎてて、もう手が筋肉が震えて、チキ取るときこれで震えてました。ロドマンさんだ、お疲れ様です。500人超えありがとうございます。高齢者が多いサークルは大変なんです。そんな渋谷スカイあたりで MV 撮ってもらえばいい感じになりそう。 CK さん確かに渋谷スカイ一緒にシキシキクラップした人は上手か、なんだろう、星になっちゃってる。コモコさんシュキシュキン、お前がシュキン、トンテキより、あれはトンテキよりハークがシュキって言ってます。トンテキよりハークがシュキ、あかんべもしちゃっちゃって、あっち向いてホイホイだって、何回目、そう何回目って言ってるやつ。チキチキお前とチキ、それでも並ぶ君がドドドドドタイプやんってことで、やばい鼻かゆくなっちゃった。かゆくな、はい、マンウィンズメンウィズアーミッションのみんな狼のかぶり物してますか。ペイさん後ろ見てみます。ライブの時にファンに振り付けや手拍子指導してね、ホットケーキさん任せてください。そろそろご飯食べてくるね、間に合ったらまた来るよ。ティムジありがとうございます。バイバーイ。10センチヒールだと15分ぐらいが限界だよね。つま先痛くなる。そうズビズバさん、めっちゃ痛かったね、ほんまに。でも白鳥が身長低いから、身長をクマチーとかサキナとかに合わせるために高くしてもらってたんですけど、さすがに痛かったんです。カペリさんあんな可愛い衣装着るだけでテンションバカ上がりした。本当にそうです。イガさんシンデレラがモチーフならお客さん王子なのかな。サクトです。かぼちゃの馬車で迎えに来てです。あのムムイさんに会ったんだよ。そうてか、もうムムイさん以外にも本当に有名な方々に会いましていっぱい。リットは酔っ払ったという意味もあるらしいから、これサラちゃんのやらかしも含まれているの。そんな深いところまで考えられてるんですかね。うん、なんか言おうとしたんですけど、何かを言おうとしたんですけど忘れちゃいました。何だったっけ。思い出したらね。ショート部6年の白鳥さんなんですね。ショート部、あ、間違えた、中等部か。いつも笑顔を絶やさない中等部6年の白鳥さん。もう本当に中等部って言いそうなんですよ。もともと LINE LIVE 勢の私はサービス終了からも立ち直れてないし、ケース、あーそうなんですね。いい感じです。高校さんいい感じ。ワッファビクのエピソード3回出てたから今度会うことあるかも。え、そうなんですね。パンプキンさん、え、会いたい。なんかそういう形で会えるのもすごく嬉しいです。生配信番組もやってほしいです。ラジオやりたいな。やりたいことが多すぎて笑顔を絶やさない。さないです、おじさん。そうなんかでもそれじゃなんかインパクト少ないかなと思うんですけど、どう思いますか。笑顔担当のでいいんじゃない。ゆきさん笑顔担当の、あー良きですね。今夜の金曜ロードショーのプーさん見るの。プーさんラキアピザ、プーさん。でも今日すごく眠いんです。そう昨日も
ちょっと寝て、でそれで今日の朝もそのバーベキューに行ったからすごく寝れたわけではなくて、そう客数増えたらホットステージでも見たいな、ドランしたいの。あとあのあれ行きたいです、ガンダムのお台場のガンダムのところやりたい。笑顔を手合わさない白鳥さんとツイッターのプロフィールに書いちゃいましょう、しんじさん。あ、そうしよっかな。スーパーレディのような自己紹介ができるといいね、お嬢さん。ダンボさん、わーい、早く衣装を現場で見たい。ダンボさん着てください。よっちよっちくんって言うんですね。また会いに行くね。あー、むすこ、あもうよっちくんなんだ。よっちくんありがとう、会いに来て、もういっぱい会いに来て。よっちくんありがとう。なんかよっちに似てる。よっちよっちよっちだ。昼間のスカイステージもいいけど、夜のスカイステージで月を、月バックのステージ、リッドムーンだし、わー良いかも。くまちーから借りたネイル可愛かった。よっちありがとう。おじさん、よっちくん、よっちくん、よっちくんかわいいな。本当に野外で夜のイベントもいいな。リッドムーンですね、めっちゃいいですね。トンテキよりハグ、おじさん、そう、トンテキよりハグが好きです。シンデレラは私があのおまいつ、親愛なるおまいつって曲で一番好きなのがゆうゆうと落ちサビのところで、誰より近くで寄り添っていたいからっていうところがあるんですよ。でそこでゆうゆうと歌うんですけど、こう近くで寄り添っていたいからって言って、ゆうゆうの方を見て二人でうんって頭を見るところが好きです。だからこれからもいっぱい寄り添って頑張っていこうねって思いながら二人で、なんか別にそんな話してないんですけど、そんな気持ちも揃えてないけど、二人ともそれが通じ合ってるのが正しい。トンテキって焼肉のトンテキですか、しんちゃん。そうです、トンテキよりハグが好きって言ってます。これからチキ買いでチキが増えるから今日チキ帳を買ってきた、ズダン嬉しい、ありがとうございます。いっぱい増える。サナ先生の振り付け講座あ決めました。めっちゃ簡単ですよ、皆さん覚えます？ちょっと今から振り付け講座します。バーベキューの写真見ました、めっちゃ美味しそう。ジェイクさん、リッドムーン名古屋と大阪でライブやれば絶対空量見たらさ、絶対やる。もう昨日音響良かった、マシュマロジェイクさん良かったですよね、めっちゃめっちゃ良かったですよね、私も思いました。音響さん最強。あれちゃん YouTube とかで振り付け指導動画あったら何回でも再生しちゃいます。多分 TikTok で出すのかな、ちょっといろいろ考えていると思うのでお楽しみに。こんばんは、出すゆうたんむさん、ありがとうございます。初見、昨日リッドムーンとしてアイドルでデビューしました白鳥さなです。よろしくお願いします、応援よろしくお願いします。私を話さないで、白鳥さなです。おー、いい。キツネザオさん。あ、ゆれるよりごめんなさい。ありがとうございます。川口ゆりなさんが、頑張れるやさんはスッキリで放送されてたよ、パンプキンさん。そう、なんか、メディアの方々もいっぱい来てたみたいです。目覚ましとか、ジップとか。そうそう、今日は、タモリ極楽部の最終回見ないと。伊賀さん、そうなんですね。コモコさんお疲れだよね、配信も無理なく、ありがとうございます。コモコさん、しっかり後でゆっくり休んでください。アルちゃんありがとうございます。ピーナッツさんこんばんは、こんばんはです。お台場の階段ステージ、サムさん、そうガンダムの前の。ひろめたさん、ゼップゼップっていうんですっけ、あそこゼップって言うんですけど、あそこ。ズダン今夜は早めに寝てください、ありがとうございます。しんさんお台場のステージからまた
2階席から見たい、やりたいな夜のスカイステージ。それではイグさん、めっちゃよくないですか。だってリッドムーン月だし、月と一緒にスカイステージ、え、もう超よくないですか。しかも衣装めっちゃストーンとかつけて超キラキラな衣装で、いやもう楽しみ、もう今後がみんな楽しみすぎて、そう、でも決してなんかその楽しみは浮かれてるとかじゃなくて、なんかこれからうん、そうそうそうオスカーデブラこんばんは、サナちゃん、リットムのことで本当に嬉しそうで、あなたが幸せそうで、はい、幸せです。ヨッチくんに響きが似てるね、ヤッチ、サナさんと同じこと思うんだヨッチくんとヤッチくん、橋本環奈ちゃんのカンナー的な感じでサナ愛を続ける感じか、わらわら、コモクさん、え、そうなんです、許さないかな、ん、え、何なんだっけ、許さないかな、あ、怒ったかなだ、怒ったかな、許さないかな、橋本環奈ですもんね、怒ったかな、許さないかな、橋本環奈、どうしよう、なんか手短に作りませんかね、サナで、なんかないかな、ららぽーと豊洲でイベントも見てみたいです、やりたい、ローリングボールさん本当に、とくやろ寝るのは大切に無理しないでね、サナちゃんのペースで全然大丈夫、ありがとうございます、元気いっぱいの姿が先に可愛いからありがとうございます。まぶきさん、川口ゆりなさん、ももこと一緒にガルプラにベビメタティー来て、出てたこ、私も承知しております、ガルプラの時から見てました、その見てましたよ、そこに注目します、次のライブで、やっち、もうぜひ、超相撲のリリーベで音止まった時ひたすらガンダムを見ていたマリンちゃんに笑った思い出、カムリンさん懐かしい、私その時何も分からずに、あ、なんかマヤちゃんが MC で喋ってると思ってました、バカですねその時は、キツネダオさん、キツネダオ、キツネダオ、ミキツネさん、サナムーン、あ、サナムーンいいかも、あ、でもそしたらユユムーンとかでもできますもんね、どうしよう、これから月がもっと好きになりそう、もっと好きになります、かもくさん、月寄りの使者ですね、アジ、月寄りの使者どういうことだろう、なんかかっこいい、夜のスカイステージは絶対素敵、ホットケーキですよね、青山にある月見る君を思うってライブハウスでやってほしい、ジェイクさん、なんかすごい、なんかそういう名前のグループありませんでしたっけ、ちょっと調べてみますね、今日のよく本当に可愛いから、私の写真見せてくれほしいな、よろしくお願いします、とくやろ OK です、なんかこれはもうちょっとちゃんとしてインスタとかにアップしたいなって思っております、浮気したら許さないな、ささじ、浮気したら許さない、恥ずかしいな、言うの恥ずかしい、ちょっとさっちゃんが JK になるからシンデレラタイムがなくなるから遅くなっても大丈夫だね、そうですね、そう、サナだけを見ないと許さない、あ、サナだけを見ないと許さない、あ、いいかも、サナだけを見ないと許さない、いつも笑顔を絶やさない、白鳥サナです、どうだろう、ファンの心を離さない、推し編は許さない、チャンスは逃がさない、おー、いい CK さん、ちょっと候補がいっぱいあるな、候補がいっぱいある、サナだけを見ると許さない、いつも笑顔を絶やさないか、
ファンの心を離さない、シキさんありがとうございます。ファンの心を、あ、みんなの心を離さない、教えは何ん、どういうこと、ファンの心を離、あ、みんなの心を離さない、推し変は許さない、チャンスは逃さない。え、これめっちゃ気に入った、ちょっとしゃべっときますしゃべっときます、ちょっと、あ、自分が映ったブサイクだった。今愛ちゃんがバーベキュー食べたか、食べたかったって暴れてます、しんさん、愛ちゃん。でも多分またバーベキューやるんで、うんうん、公式でバナーとか、大丈夫かな喉公式でバナーとかサムネイルは作るのかな、新作入る、ささちまだ分かんないんですけど、多分、あ、今のままではないらしいです。でも月見る君を思う派、ジェイクさん、月が綺麗ですねって、なんかあの告白ですよね、なんか告白って言いません、やっと来れた、リジスケ先生ありがとうございます。月の使者とセーラームーン感が勝つ、あ、それでセーラームーンなんですね、月の使者っていうのは。皆さんの幼妻、白鳥さなです、加工さん、幼妻の皆さんの幼妻、どういうことだろう、箱押しはもう浮気ではないってことですね、ゾダン。みんなの、みんなの席会に皆さん行ってあげてください、大丈夫でしょう、箱押しだけど、でも白鳥だけを見てくれてるって知ってるので、オッケー、ムーンライド伝説のカバーはぜひぜひユキさんはしたいな。月見る君を思う風はバックにでっかい満月があります、ジェイクさん、やばい、それはしたい、え、ちょっと言ってみます、あの運営さんに、それ見逃さないですね、あっ、金まみさん、あ、いい、見逃さない、ライブは、あ、ここ心を込めてハート100個、新月先生ありがとうございます、来た瞬間から、うん、ヒーローの決め台詞みたい、シンジさんですよね、え、なんかもうちょっと可愛い方がいいですかね、うん、どうしよう、押し増しはどうですか、ズダン、あ、いいですよ、押し増し、うん、ハムさん、落とさない、壊さない、バラは笑かさない、あ、いい、人気落とさない、イメージ壊さないねえ、どうすればいい、ちょっと難しいな、物壊さない、とこやろ、キャッチフレーズいいね、ビシッと決まると気持ちいい、浮気はみんな絶対に言っちゃダメだよとかやろう、まあしてほしくないけど、男の人は浮気するっていう性格って、あのデヴィ夫人が言ってたんで、まあ仕方ないかなと思うので全然大丈夫ですよ、寛大な心でそら調子ですから、アジソー、もうでも嬉しいんです、だってサナス推しでも私の実家に来てくれるし、てかサナス推しがまず嬉しいんですよ、ナスだってめっちゃツイッターに嬉しいこと書いてくれてたし、皆さん見ました、ナスのツイート、マジ嬉しかった、あ、そう、にじつけ先生、そう、サナイで自己紹介、そう、なんか白鳥サナですっていう前のなんかの自己紹介キャッチフレーズがあったらいいなと思って考えてます、どこやろ、セーラームーンみたいなサラちゃんにお仕置きしてもらいたいな、ズダン、あ、了解でーすアンクルムちゃん見逃さない、いいね、お前つにもかかるしですよね、見逃さない、いい、私もすごく思います、
デニムのことを見逃さない。お名前覚えやすいキャッチフレーズ、大喜利中、大喜利、大喜利じゃないですよ、しぎさん。幼い、しら、しらとりを幼い、幼い、ももこさん避難訓練みたいになってきた。そう、押さない、離さない、逃げ出さない、走らない、あ、お箸もですね、押さない、走らない、静かに戻らない、避難訓練、避難訓練になってる。生徒が I love you を私はあなたを愛してますって略したから、先生の夏目漱石が、パンプキさん、I love you をあなたは、私はあなたを愛してますって訳したら、先生の夏目漱石が、パンプキンさん。なんだろう、続き。自分で書いて吹いてる、ハムさん。だから、月の形のイヤリングとかネックレスをつけてパフォーマンスしたら、倍増感もグッズ出たら買っちゃう。良きですね。サナスは永遠、伊賀さん。はい。永遠です。夏のツイート見てください、おじさん。サラスの絆に流星刺激されました、アイラちゃん。いや、ナスがすごいんですよ、ナスが。昨日のナス完全に匂わせですよね、コモコさん。あの、誰とは書いてないけど完全に匂わせですね。もうそういうとこが好き。先生の夏目漱石が、日本人はそんなこと言わない、月が綺麗ですねとでも訳しなさいって言った、パンプキさん。そうなんですね、アイラビューを日本人はそんなこと言わないから、月が綺麗ですねとでも言ったら伝わるんじゃないかという感じなんですね。すごい新情報、あ、全然古くからある情報かもしれないんですけど、私にとって新情報でした。ナスのツイッターエモすぎでした、カプリさん。そう、ナスすごいですよね、あの分を考えられるのがすごい。ナスにお礼しておきました、ゾザン、ありがとう。ナス両目大さん、私だけを見ないと許さない、どうも後頭部3年、あ、後頭部にしようかな、明日から1年生に、1年に限る、ノーシラトリサナです。ん、あ、確かに1年に限りますね。え、後頭部3年入れてもいいと思います。やっちー、さ、本当にほっこりした、エモかったさん、ココナさんのツイート、コナは本当すごいです。ゴトさん、サナちゃん、ヤッホー。友達みたい、一回友達みたいに挨拶してみた。用妻です、すみません、カッコーさん。用妻、用妻で何でしょう。私は浮気しない、サナさんから目を離さない、やっち、さすがです、はい、さすがです。お疲れ、チーパーさん、おつサナちゃん、ありがとうございます。こんばんは、やっと来れた、カブさん、カブさん、ありがとうございます。チキカイトで、正直みんな可愛いから、可愛いから目打つ、あっぱぱぱぱ、ティムジ、あー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 あぱぱぱぱですね。あ、もう全然いいですよ、もう全然、あの、全然いいですよ、あの、違うところに行っていう。大丈夫です、あの、全然全然、もうみんなを押してください、もちろん、もちろんみんな押してください、もう本当に。ブラックマンさん、ずさー、ああ来た、ありがとうございます。恒例の遅刻ですね。月がテーマならシルクハットもありかな。ずさー、シルクハット、おー、いいですね。白鳥、押すの、押さないの、置いちゃうんですけどって、おパンチウサギじゃないですか、キツネダオさん。あ、違うか、キツネダオさんは別にそんなつもりないのか。でも、あの、おぽんちうさぎの、履くの？履かないの？履いちゃうんですけど、みたいなやつがあって、あ、いいですね。しりとり、押すの？押さないの？置いちゃうんですけど。でも、これはももこが、おぽんちゅう好きだから、あの、私は、ね、あれなんですけど。私はみんなを見逃さない。それでも私は、愛さない？おー、めっちゃいい、シーケーさん。なんでそんなセンスあるんですか？さっきから。なんでそんなにセンスがあるんですかね？
なんでそんなにセンスがあるんですか。私はみんなを見逃さない。それでも私を愛さない。あ、いいですね。めっちゃいい。まあ夏目漱石の話は出典なのでガセなんですけどね。カッペリンさん、おい、夏も今度ライブやる、楽しみ。見に行きたい。本当に私ずっと夏のライブ見に行きたいんです。夏はポエマだからね。ゾザさん、夏はポエマ。後頭部さんね、おじさん、後頭部じゃない。ピットムーンの公式バーベキュー写真が上がりましたね。アイルちゃん、あ、上がりましたか。私のツイッターアイコンは月だわ、ネオファイブさん。 YouTube で7ビッツ月見る奇妙毛布で検索すれば満月の月の僕のプロデュース。そうなんですね。パンプキンさん、調べてみます。幼妻、用妻って読むんですね。加工さん、あ、違う、幼妻って読むんですね。あ、幼妻って幼稚妻ってことですかね。どういうことだろう。マロウさんだどうも。デビューライブも今日も超絶可愛い、ありがとうございます。マロウさん、今日もリットマンのひときわ輝く光をたくさん浴びてください。あ、それあの MC の言葉で入れたい。皆さん発案力がすごいあれちゃんですよね。わかります。二人が別々の活動でも永遠のサナソーしたよ。カブさん、ありがとうございます。でも桜卒業したら、あの、もともとココナとは多分違う道に行くんだろうなっては二人とも多分思ってたと思います。うん、多分違うことするんだろうな二人ともって感じなので。で、なんかでもそれでもお互いが成功することをが嬉しいです。多分、え、なんかすごく言いたいことがあったんですけど、ああ、そう思い出した。今日あのバーベキューのタレを買ってて、でなんか普通の焼肉のタレとジュジュエンのタレがあったんですけど、でなんか焼肉のタレちょっと取りますねって言って、でそしたらあのスタッフさんが、あ、どっちがいいみたいな感じでこう言ってきたんで、あ全然ジュジュエンでって言って取ったら、あの、お、なんか、あ、もうそのキャラ、もうそのキャラで、なんかキャラ、そう、キャラの話になって、なんでそこのキャラの話になったのかわからないんですけど、キャラがいいねみたいな言われました。一番偉い人に。嬉しかった。なんでその高い方を選ぶことでキャラになったのかはよくわからないんですけど、サナさんそれぞれ違うから素敵だったのですよね。味、ありがとうございます。でも本当にそうだなと思います。違うけどなんか似てるみたいな。お互いが尊敬してるような素敵な関係。カブさん、ありがとうございます。そう、私はココナをめっちゃ尊敬してます。本当に東京駅のスコーンショップの近くに期間限定でちいかわグッズショップできてたよ。おー、ちいかわ。私たちあのいつもでもいつもレッスン場の近くにちいかわのグッズのところがあって、で毎回寄って帰りたいんですけど時間がなくて寄れないんですよ。本当に寄りたい、ちいかわのグッズ買いたい。さなちゃんには今の道が一番合ってるし、アイドルしか思い浮かばないよ。ズザン、ありがとうございます。ジョジュエンキャラ、ジョジュエンキャラ嫌だな、アイドルちゃん。ジョジュエンやらないからおじさまキャラと思われたんですね。しさ、そうそうだと思うんですけど、なんかレコーディングする時もあのレコーディングしてくださる方にあの白鳥様って呼ばれるんですよ。なんかとか白鳥様って呼ばれるから、はい、そんな様つけないでくださいって思うし、本当になんかもうそんな全然なのにと思いますね。チーコショップ行ってみたい。やっち行ってきたいですよね。わかります。私も入ってもうマジであのもう
もうちいかわかき集めて、もうカゴいっぱいにちいかわを入れて帰りたいですもん。絶対叶わないんですけど、大人にいる好きなものを言ってくれるのは嬉しいと思うよ。そうなんですか、アムさん。時飛ばですよね、時飛ば。サムさん、白鳥といえばお嬢様キャラだからじゃない。私自分のキャラがよく分かってなかったんですけど、そうなんですかね。イカさん、まあ、ある意味空気を読まないキャラというのは必要。うん、空気読んでるんですけど、でもそれも必要ってことですもんね。あら、お姫様だからね、コモコさん。シンデレラ、普通の恋したいのに。あいちゃん、私たちにとってサナちゃんは素敵で可愛い。いや、ありがとうございます、アイラちゃん。ありがとうございます。シンデレラ様と呼びた昔の漫画の影響で、白鳥玲子でございます。おー、シンジさん、白鳥玲子でございます。それなんかすごく聞いたことがあるんですけど、それって何なんですかね。白鳥様ですよ、カズさん。そんなやー、うん。小太郎さん、衣装めっちゃ可愛かった。ライトムーンっていうか、もういや、もうおかしちゃった。リトムーンデビューおめでとう、ありがとうございます。小太郎さん、もっともっと頑張って大きいステージ立てるように頑張ります。リトムーンで磯丸行くのかな、カブさん。多分あの運営の方が連れて行ってくれると思います、次のライブが終わったりしたら。ちょっと今からあの TikTok 撮ってもいいですか。TikTok を撮りながらあの配信だから、私がこういうことをしてながら皆さんのコメントを読む、公開収録だ。いや、クッキーむせるとしんどくないからほどほどにしなくちゃね。ジョさん、はい、ベニビーバトル遅れました。こんばんはです。パンプキンさん、場所を教えてくださりありがとうございます。ありがとうございます。かゆい、シアトリーイメージとしてリハウザの宮沢りえさんってめっちゃ綺麗な方ですよね。新助先生だ。あ、新助先生だじゃなくて、新助先生、ハート100,000個ありがとうございます。何にしようかな、音源ちょっと可愛い系の衣装だから、なんかめっちゃ可愛い振り付けがいい。でかゆい鼻が、可愛い系の振り付けでいきます。この音源あるじゃないですか、この音源を作った方が昨日超重大にいて、あ、これを歌ってる方々、女の子2人組なんですけど、お写真撮りました。めっちゃ可愛かった。この子たちすごいんですよ、 TikTok でめっちゃバズったんです。わ、下からアングルになっちゃう、これ大変。あ、下からアングルだ、いやだな。はい、当時のメイドサラちゃんの方が可愛いですよ。そんなことないです、アジさん。いやいやいや、あの方めっちゃ可愛い、可愛いっていうか美しい。よく撮れたのかもしれない、わかんない。間違えて、あなたの心と人目を離さない白鳥さんです。すでに出てるかも。いや、出てないです、ありがとうございます。あなたの心と人目を離さない、なんかちょっと、え、白鳥言ってたら大丈夫かな、おかしいと思いませんかね。可愛いの塊たま、いや嬉しい、アイラちゃんありがとう。ウインクめっちゃドキッとしちゃったところ、キャン、ドッ
コエロチキカで話してた時にめっちゃ可愛いって言ってくれて嬉しかった。ちょっともう一回撮ります。次は上からアングルで。あ、痛い痛い。ちょっとチップ邪魔なんでバイバーイ。画面に入ってる顔が美しい。あ、ありがとうございます。あ、お花見せたい。お花ちょっと待ってくださいね、撮ってから。壊さない。ここで壊さないか。確かに。ちょっと待ってください。わあ、ちゃんとしてこれ。あ、この画角がいい。いきます。あ、かわいい。これが、この洋服が、この洋服がかわいい。ありがとうございます。落とさない。いけたかな。でもちょっとブサイク、ちょっとブサイクなんで撮り直します。もう一回撮り直す。次は横です。よし、3、4、5、6。これで撮ってるのか、おじさん。そうです。でも撮るときはもうマジ何十テイクも。あ、でも良きかもです。良きかもしれない。良きかもしれない。いいね、ありがたい。あ、これ撮りたい、これ撮りたい。これ撮ってって言われたんです。違う、間違えた。あ、いける。プロね。そんなことない。どうやったら星に取れるの。アジ、星の部分が知りたい。ウィンクした、ウィンクしちゃうと。ウィンクめっちゃ癖なんですよ。なんだったっけ、なんかさっきなっちゃうかな。あ、ゆうか。最近なんかバイバイするときにサナにウィンクされるって、あのマネージャーさんに言ってて、もう全然癖なんだ。
だと思っちゃってだけど、はあ、すごくありがとうございます。カウントアップするのパターンなのね、やつさん気づきました、気づきました、さすがです。ここら辺で撮りたいな、でもちょっと下になっちゃうし、こっちだと上すぎるし難しいな。うん、難しい。ラビューラビューラビュー、何十テイクも入る。だから下書きには今500ぐらい動画があるんですけど、ほらもっと夢中になって、よし、あ画面が横になるんです。絶対縦にしてんのに、いい加減にしてほしいですね。あ、また横になっても、うん、あーまた横になってちょっと見せたいこの画面。あ、また横になっても、怒る。あ、縦だ。あ、また横になった。いける、動くな、OK、夢中になってわざとあげたこのストーリあ、ちょっと最後が失敗してました。ちょっとこれハム、最後のウィング良かったのに。ダンボさん、 ありがとうございます。ベリーナイス、ご返事ありがとうございます。シゲルドラゴンさん、こんばんは、こんばんはです。やることなすことすべてが可愛い。ブラックマザー、そんなことない。ウィンクうますぎる、ありがとうございます。メギツネさん、イガさん可愛い、ありがとうございます。 S さん、こんばんは、こんばんはです。ランジテイクも撮った一番可愛いサナさんを見せてくれてありがとう。やっちや、こちらこそ見てくれてありがとうございます。サナちゃんの悪魔のキス見てみたい。悪魔のキス、うん、まのやつですよね。あ、それやろうかな。もう上げてるかもだけど、まだ上げてないです。リョウメタルさん、おじさん名前呼ばれながらウィンクされたい。おじゃで、これでウィンク、おじゃ。アラブルアイタンのところからも帰ってきました。サセジ大丈夫でしたか。アイタン、サラちゃんにウィンクされたらみんな失神しちゃいますね。かわっちいとかやろ。いや、ありがとうございます。ゆきとさん、こんばんは、初見ありがとうございます。アイラちゃん、あの私の自己紹介のやつありがとうございます。そう、スタンドがゆるゆるなのにさ、そうそうなんです。なんでやねん、コーヒーさん、なんでやねん、なんでやねん。ササジーサラちゃんも笑ってますもう笑顔が素敵すぎるやる。いや、ありがとうございます。よし、もう一回な、カラコンが、ほら、夢中になって、あー、もうまた横になって、もうそろそろ怒る、本当に。ほら、もっと夢中になって、動くな、そこからスタンド動くな、本当に本当に動くな。これじゃなくて、オッケー、六、五、四、三、二、一。
やばい、ウインク仕掛けた。何、どこかで難しい。おう、じゃあ次横で撮ります。でこんなでもっと撮り直すんですけど、今日はちょっと全然撮り直してない。という海外ドラマがありました。誰か知ってるかな、にすけ先生。誰か知ってる方いますか。トラジローさん、おつさなちゃん、おつさなちゃん、ありがとうございます。ウィンクがやられちゃう、こいてるさん。リットムーンのサナですと言ってみたら K-POP グループみたいな、ご返事。確かに確かに K-POP グループみたいな。あ、1000人超えて、あ、いつの間に、ありがとうございます。ウィンクお上手、ありがとうございます。左目のウィンクできる、ゆきさん。ちょっと難しい、右より全然難しい。名前呼ばれながらウィンクされてくる、ずるい、サシさん。コラスタンド笑えちゃう。コラスタンド名、スタンドは後でしばく、ごめんなさい。ありがとうございます。愛のあるスタンドなんですけど、私のそろそろダメになっちゃってきましたね。私、あ、現場でサナちゃんに可愛いって言ってない。激化ワックス、アプリソールート可愛かった、ありがとうございます。いやでも皆さん、あの現場で言ってくれてましたよ、なんか可愛いって。ウインクまた取れた。多分ウインク絶対一回はしちゃうんですよね。コンタクトの毛は私のコンタクト歴に35年のあなたのズザンより、あなたのズザンより、ズザン、ありがとうございます。あ、37位、ありがとうございます。本当にありがとうございます。嘘だよ、いっぱいありがとうございます。可愛すぎて反省して、さっさん反省します。風のよぴさん、風遅くなりましたがよろしく、あ、よろしくでございます。公式ツイッターに画像上がってるね、ごへいさん。あ、バーベキューのマシュマロさくらさん、4週目終わった、ありがとうございます。ほら、もっとで今からあげたいと思うので、皆さんぜひいいねよろしくお願いします。ちょっと早めにあげないと、なんかあんまり よくないみたいな、早めにあげた方がいいみたいな感じなので、早めにあげたいと思います。何にしよう、どっちの音源にしよう。これじゃなく、どうしよう。でもやっぱりバズってる曲の方にしたいと思うので、今
今からあげたいと思います。 TikTok デビュー、リトムと言います。よろしくお願いします。あげました。白いテープルの厳しいテイク、ゆきさんそんなプロじゃないです。クオリティに厳しいさなちゃん、ゆきさんめっちゃかん、星集めてる間に1000人、こもこさん、いやー嬉しい、ありがとうございます。もう1115人、おつさなちゃん、政治メタルさん、おつさなちゃんです。おつさなちゃん、ありがとうございます。スーツという海外ドラマのセリフです。あ、知ってますよ、スーツっていう海外ドラマ知ってます。にじつけ先生、両目でウィンク、風のよぴさん、ま、TikTok 撮ってるさなちゃんを見てるとやっぱり根っからのアイドルだなと思う。ゾゾン、いや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 、いりますか、かわいいひろさん、噛みました。ペッパーミル坊主みたいな振りが入ってて、ペッパーミル坊主だ。ライブで見たさなちゃんと衣装が可愛すぎたので、配信見ながらさなえを描いている、真っ白い衣装むずい、カンタさん、カンタさんまたありがとうございます。白い衣装むずいですよね、確かに。あいたエイプリフールでサナちゃん嘘つくの？カブさん、私嘘つけないタイプなんですよね嘘ついたとしてもすぐバレちゃうタイプなので、すごい、頑張ってついてみようと思います。サナちゃん見てたら自然と可愛いってと可愛いって出てきちゃうからね、嬉しい。コモコさんもありがとうございます。サナちゃん見てると勝手に可愛いと声が漏れてしまう、ありがとうございます。でさっきあげたので、ぜひいいねよろしくお願いします。可愛いと思ってたけど今度は口に出して言います。やっちゃありがとう。 TikTok 撮ってるほど好き、これからもいろんなの撮ってほしいな、可愛すぎです、撮ります、得やろ。嘘だよ、いっぱい政治目指す、嘘だよ、いっぱい、ありがとうございます。メンバーで磯丸水産にいたりするの、ヒロさんまだ行ってないんですけど、みんな私が磯丸好きって知ってるんで、多分運営さんも知ってるので、スタッフさんも知ってるので、多分連れて行ってくれると思います。風のよぴさん、家族から呼ばれたのでちとは出席します。あ、間違えた、離脱します。あ、間違えました、離席します、バイバーイ明日もサラさんにたくさん嘘つこう、メギツネさん、何の嘘だろう、怖いな、私本当に騙されやすいんですよ。そう、本当になんか騙されやすくて、なので気をつけようと思うんです。 TikTok でコメントしたい、誰かメンバーで設定できる人いませんか、パンプキーさん。いや、それが本当に私もあのいろいろしたんですけど無理で、多分メンバーも多分これ一回アカウントを変えないと無理なやつなので、そうメンバーにも解決できない問題かもしれないです。あ、らーちゃんだ、さらちゃんご飯食べてくるね、らーちゃんありがとう、バイバイ。キス顔両目ウィンク、風のよぴさん、いやそれは恥ずかしい、いやーいいですよ。ビニは美しい手術し、うん、ありがとうございます。ごへん様、ごへん、ごへん様、ごへん、ごへん様。配信が終わったらチキ状チョキ状をおパンチョシールでデコります、コモクさん。おパンチョシールで、そう、あのお手紙にもパンチョシール貼ってあったりして嬉しかった。しんさんめっちゃ可愛いじゃないですか、ありがとうございます。トクテックもだよ、ダメ、めっちゃ可愛いすぎる、ありがとう。ティックやろ、いいねと拡散してきたよ、ゾゾさん、ありがとうございます。嘘よりホラの方が好き、
ホラー、ホラー、ホラ吹き、ホラ吹き、ホラー、もっと夢中になって、そう、お友達からもデビューおめでとうっていっぱい LINE が来てたりとか、後輩ちゃんからもデビューおめでとうっていっぱい LINE が来てて、ほんと嬉しかった、もうなんか嬉しかったです本当に。あげれた、あげた、ありがとうございます。皆さん今見てきた、可愛く撮れていますね、おはようさん、ありがとうございます。 TikTok いいにして、優しい、ありがとう。せっかく作ったアカウントは変えたくないよね、コモクさん、変えたくないです。明日もウソさんちゃん可愛さウソつけなきゃダメ、ギツメさん、ありがとうございます。え、でも本当に私超騙されやすいんで、あのひどいこと言うと本当に信じちゃいます。本当に今日もさきなちゃんに何か嘘をつかれて、え、嘘だよって何か言われて、あ、そう、さきなちゃんが今日瞳の色がめっちゃ綺麗なんですね、さきなちゃんだから瞳綺麗だねって言ったら、え、なんかね、実はあのおばあちゃんがロシアなのって言って、でそれで、あ、34位ありがとうございます皆さん。でそれでさきなちゃんがなんかおばあちゃんがハープなのって言い出して、え、本当にって言って、本当に目の色が綺麗だから信じたら、え、嘘だよみたいな感じで言われて、えって思いましたもん、えって思いましたもん、そんなすぐ騙されるんだ自分って思いました。さらちゃん、めぎつねさん、さらちゃん、めぎつねさん、明日はエプリルフールでフォックスデーですね、パンプキさん、フォックス、フォックス、明日超モッシュビットで弾けてきます、弾けてきてください、ジムジ、 TikTok 可愛すぎた時にウィンクでハート打ち抜かれちゃいます、カッペリンさん、ありがとうございます。え、やめてください、パンパキンさん、嘘教えようかな、絶対ダメです、さっきの嘘つけるんだ、審査系、しかもめっちゃうまかったですよ、嘘、チェック風のバイク顔、チェック服のバイク、バイクハンさん、おつさなちゃん、ありがとうございます。明日って土日ですよね。みくちゃんの赤は途中からコメントできるようになってたので聞いてみるといいかも、カッペリンさん、あ、みくに聞いてみます、ならちょっと今から聞いてみますね、コメントも結構なんかバズるかバズらないかの鍵になるそうで、結構ミクに聞いてみます、いっぱい今日撮った写真でちょっと見せたいものがある、いや、なんかあの今のそのリットムリットムーンのメンバーメンバーだけのグループラインがあるんですけど、もうみんな変なスタンプ送ってるみんな変なスタンプ送り合ってる、全然可愛くないスタンプ、唯一可愛いのアイちゃん、いや待って、アイちゃんも変なスタンプ送ってた、特に一番癖の強いスタンプ送ってるのはももこ、アイたーん、いっぱいお肉食べようね、LINE 見たい、おじさんダメー、コモクさん全然可愛くないスタンプ気になる、コモクさんそれはもうちょっともうダメですよ、もうみんなに許可取らないといけないから、でも私が使ってる絵文字で可愛いやつちょっと見せたい、でもこれ見せるのちょっと難しいのでちょっとやめてきます。テムジ、嘘かどうか見極めるためには知識を蓄えないとね、テムジ、確かに知識がないと、確かにそうですよね。とくやろ、明日はお仕事だからむちゃさなちゃんの元気もらえたので頑張れそうです、ラブ、よかった、ちょっとそろそろちょっとお眠なので終わりたいと思います。
最後にお花見せてくれると嬉しい人が大勢います。さあたち、オッケーです。ちょ、ママ来て、ママ、ちょ、お花取って、お花、な、隠しとくよ、隠しとくから取って、ちょっと、はい、ね、隠れた隠れた、取って、今完全隠れてるから、私も今下パジャマだから出れない私もパジャマだから、オッケー、ありがとうございます。お花、ね、お花とスクショいきますね。3、2、1、ありがとうございます。え、本当に綺麗、このお花、てか本当に綺麗なので、でもこれ聖火じゃないですか、本当に聖火って枯れちゃうじゃないですか、どうしよう、枯れてほしくない、本当に枯れてほしくない、枯れないでお願いだから、お願いだから枯れないでくれお花たちと思ってます。今このビジュアルの数、下パジャマの向かいにゃん、下パジャマ、これお水あげないとですね、お水、お水あげないといけない、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、本当にこれお花ありがとうございます。ドライフラワーにするとか、ハムさん、ドライフラワーにしたい、どうやってするんだろう、ちゃんと届いてて嬉しいです、ありがとう、スザン、下味味とかよくあるパターン、ごへんさん、よくあるリモート会議のやつです。では男女の方読ませていただきます。今日も嘘だよいっぱいありがとうございます。さくら、あ、間違えた間違えた、1位タコヤロありがとうございます。2位メギツネさんありがとうございます。3位ゾタンありがとうございます。4位ササジありがとうございます。5位ニジスキ先生ありがとうございます。6位ベニービーバットありがとうございます。7位さくらさんありがとうございます。8位サイリュウさんありがとうございます。8位9位ヤッチありがとうございます。10位カプリンさんありがとうございます。11位ダイちゃんありがとうございます。12位コモコさんありがとうございます。13位パンプキンさんありがとうございます。14位アイラちゃんありがとうございます。16位マシュマロさくらさんありがとうございます。16位ひろめたさんありがとうございます。17位さっしーさんありがとうございます。18位かんたさんありがとうございます。19位たらさんありがとうございます。20位ハムさんありがとうございます。チャーリー、チャーリー、チャーリー、さなちゃんやっほー、チャーリー、瞳の色が綺麗なチャーリー、チェキカありがとうございます。本当にうつさなちゃん、 See you さなちゃん、おすくじぱ、 Thank you、 バイバイです、皆さん、バイちゃん、おやすみなさい、おやすみなさい、おやすみなんて言わないで、お花が可愛いですね、とても。